10代とか若者とかが低いんですよ。18歳になったってことで盛んにそのニュース番組なんかで18歳選挙若者たちっていうような特集番組をしてるんですけども、はい、僕はどうか疑問を感じますね。僕だってね、選挙行かないことがいいとは全然思わないんですよ。またまたま行かなかっただけなんですけど、はい、それである時90年代かな、あの雑誌のそれこそサブカルチャー的な企画でこういう企画をやったんですね。僕はもう政治的信条ないんだけど、よく考えてみたらずっと選挙行ってないから、自分はもうね、これ日本危険党の党員だと。日本危険党っていう危険する人たちの党があるんですね、うん、そうすると、まあ、だいたい投票率 50%、60% と 40% が危険党ですよ。でその残りを規制政党が分けてるから一番最大与党なんですよ、危険党は。僕の持論なのは随分前にできた、普通投票 権利って言うんですよ、うん、じゃあ権利とは何かって言ったらね、まあ、自由にやってもいいよってことなんっていうことは規制してもいいよってことなんですよね、うん、権利に対して義務は一応無と書くよ、投票無でしたらね、義務ですから、義務を果たさない人間にはね、僕のようなフラッチなやつには罰金を取るとか、それをさらに繰り返すやつには牢獄に入れるとか、実は法律上のオーストラリアとイタリア、僕も古い知識ですけど、憲法で投票は国民の義務であると、うん、これ義務だったらね、まあ行くんじゃないかなと思うところもある。それから憲法の第何条でしたっけね、投票した人間がその責任を問われないっていう条項があるんですよ、何時からする。僕は憲法ってすごいなと思いました。普通よくね、ある政権が何かしでかしたときに、それは投票したやつがどうだって言うじゃないですか、うんうん、ところがそれは免責されたりするんですよね。それだけじゃなくてね、本当に投票はね、もう18歳から自社に人をがっかりさせるわけじゃないけれども、小さな会社の投票でしたらね、自分の一票で誰かがね係長から部長になったりでもね、大規模投票でしょ、千単位はおろか、まあ何十万単位でしょ、自分の一票で候補者ね、どっちかが受かってどっちかが落ちるなんて可能性はねゼロではないけど、確率統計的に言って投票場に足を運ぶ確率よりか小さいんですよ、ね、結論こうなんですよ。投票権、正直言うとね、そんなものは枯れ葉の重みほどもないのだが、ところがね、大規模投票のあれで塵も積もれば山となって重さが出て、あなたが受かりこちらが落ちると、こうなるもんだと。別に憲法で書かなくてもいいんですよ、解釈としてね、というふうに考えるから、枯れ葉でも枯れ葉